こんにちは、根本です。 SG ミッションやっていきます。今回は夜景行きたいと思います。で、このミッションは書いてある通りガードが有利なミッションですと。で、初期メンバーで行ってみたいと思います。早速行きましょう。で、そうだな、このミッション注意点か、特にはないと思いますね。まあ慎重に、敵が出てきたら早めに処理をというところだと思います。で、確かこのミッションは見えない罠はなかったと思うけどな。ちょっと見てみましょうか。大丈夫かな。そうですね、このミッションは見えないまだおそらくないと思いますので、特に、難しいことはないと思います。しっかりとガードなり、バウンサーなりを走らせていればクリアできると思います。で、このミッションはおそらく12月限定ミッションで、悟りをイベキャラとして連れてきているとかなり悟りの評価を上げることができますと。評価上げが遅れている場合は踏んでもいいですし、もっと先のことを考えて、果たし上特に当主ですね、ガードの役割がかなり重要になってくるので、悟りのミッションレベルがかなり上がるので使っていくのもすごくいいんじゃないかなと僕は個人的に思っています。また次の SG ミッションでお会いいたしましょう。